夜の街大売通りです。いるけど、お店が閉まってる、ね、この観光客の人たちとかいるけど、にぎわいはないよね。全然、うん、土曜日だよ今日、うん、10時半ね。あ、もう居酒屋 も今の時間も全然いない。書いてるの。はい、これがね、大売通りの出口。ねえ、真夜中みたいね、うん、昔のさ2時とか3時とかさ。そう、裏通りの方がなんか明るいような気がする。これは大売通りの一つ横の筋だよね。そう、お店じゃなくて街灯。あ、街灯は明るい。街灯の明るさ、うん、ラーメン屋さんとかさ、あの、うん、そういう感じで締めで食べるとかね。飲み屋さんよりもそう、ほら、締めて食うところ、飯屋さんの方が空いてるかもわからんね。フェンデロがあったり、ね、あ、ほら、こういうスタイルなんだ。おー、新しいところ。あ、いろんなことやってんね。白島ビレッジ、今もうここ有名だよね、結構ね。
で、そう、あのもう若い層、本当に若い層が多い。で、ここがあのホテル宮平。全く活気がないね。ビレッジぐらいだね。若者たちがいっぱい集まってる。土曜日だもんだって。今日。うん。お宮の皆さん気をつけながら。ねえ、本当ね。なんか。今日もほら出てたけどね。うん。みんな頑張って持ちこたえないと。ねえ、本当にね。各自気をつけてっていう。うん、ね、本当に各自気をつけないとダメ。それしか言えない。うん、言えないな。ほんで、訪客で成り立つから来るなとも言えない。そう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 、生活あるもん、こっちもね。来てくれてありがたいし、うん、で今あの赤信号が見えてるところが、ここがあの730の交差点ですね。電気はついてんだけどね。うん。こんな感じですね。ねえ、こんな感じだね。4月15日の土曜日の夜でした。土曜日の夜でした。各自気をつけてくださいっていうか。くどいけどそれしかない。これしかないね。ここが730の交差点です。